さあ、はい、坂口気取り、はい、やってますか。やってますね。やってませんね。でももうやってないよね。やってない。坂口気取りとしては、うん、坂口気取りっていうタイミングから入ってもうすでになんかついてることはないですよ ね、はい、すね。なんか、うん、もう取り込んだ。取り込ん、ね、うん、取り込めてたかな。ちょっとちょっと、はい、じゃあ伊築選手の魚つき取りやってみてください。え、今やってるやつ。思い出して思い出して。こう、そう、はい、はい、いきます。いいやん、意外と。久しぶりにやるといいですね。久しぶりにやるとやっぱりいいです。なんかそっとびっくりしてる。え、いいやん。これやっぱ下半身のタイミングが、まあ、どうしても上げようとしてしまうからね。これ上げられませんよね、全然ね。ね、確かに。だからもう上げるということ自体なくなってるんで。ですからトップの位置とか、ね、振り上げ方で悩んでる人はもう上げなければ下ろすこともできないんで。じゃあちょっとなんか解説してもらっていいですか、今の、うん、私の魚突き取り。あ、私の魚突き取りです。とこうあの威嚇クロスさんいるじゃないですか。威嚇クロスさん、はい。なんか魚好きって言われたら、うん、ああなっちゃう人もいると思うんですよ。なるほど、そうですよね、はい、うん、だから私のこの魚好きのアドバイスというか、できるあれがあったとしたら、テイクバックのこれが大事っていうよりかは、これができるようにテイクバックを上げてもらうっていうのが、私はそういう人はいいなと思うんですよ。だから私もどっちかっていうと、こっちの意識よりもここにどういう方法でも上げてこうついていけるほうがいいかなっていう。テイクバックではなく、はい、うん、ボールを、まあ、いわゆるあと音伝ダメですよね。そうですね、音伝ダメ。音伝ダメをつくにはどうテイクバックしたらいいかということが重要だということですよね。そうです、うん、なるほど、はい。ボールって、はい、スイングの中にこうどうありますか。じゃあ、はい、あそこでボール打ちます、はい、よし、狙ってグリーンっていう時にパッと構えて、スイング中はボールをどう見てますか。なんかあんまりそんな意識して打ったことないからうまいことは言えないんですけど、なんかこうボールを打つ作業はもう素振りで終わってる感じです、うん、なんかこうおかしいな、なんかこういう風な感じで打つぞって思って見て。そうなんですよね。これが何でそうなんですか。これの方がボールが打てるか関係なくなってるの。そうなんです。でもだからといってなんかボールがそこにあってこう素振りしてる感じの時にボールが当たってるっていうんじゃないんですよね。そうこう素振りしてるこの感覚の中にこうクラブがボールがあって、それをこうこう打ってるんですよっていうのもまた違うんですよ。やっぱりちゃんとボール狙ってるんですけど、あ、こうなんていうのかな、肉眼では狙ってないみたいな感じ。そうね、ボールをリアルタイムで見てここっていうのはないですよ、はい。肉眼っていうよりかはここにボールがあってっていう、これこういうここにあるボールをこういうタイミングで打ったらうまいこと打てるようなので、だからやっ、うん、本当に難しいことは考えてないんですよ。本当に変更するのは変な形になってないか、うん、ちゃんとしたところに入ってるかっていうことだけですよ。だからスイングをしようと、例えばコースとかで狙うときにパッとスイングをしようと思ったとき、スイングをしようとパッとスイングをしようと思ったときは
なんかやっぱりちょっと曲がったりとか、スイングをしようとはしてないんですよね。誰が言ったんスイングって、本当に誰がスイングするって言ったん。それはあれやろ、まだスイングって言うてる人おるから言われへんやろ。言ってもいいねんけど。そういうことが言いたかった。スイングじゃない、だってなんかこんなに重い。そうやね、スイングじゃないねん別に、うんうん、だからスイングの良し悪しで才能があるとかないとかさあおかしい、ね、だから USPG ツアーでも同じスイング全然一人もおらんから。なんかだけどやっぱりもうちょっと、私もそうなんですけど、もうちょっとボールを運んでいくスポーツ、自分が狙ったところにボールを運んでいくスポーツやっていうのを考えたら、あんまりスイングのことにならないんじゃないかなと思う。例えば一回やらしてみたい、自分もやってみたいなとか、アイスホッケーはやりたいよね。どういうこと？アイスホッケーとか滑ってるやんな。でもあのなんていうの、アイスコップアイスホッケーね、アイスホッケーのあのスティックで、うん、あのなんていうのパックっていうのあれ、あれを自由自在に曲げてるやん。いやあれよスイング。じゃあアイスホッケーやってる人がじゃあスイング考える方考えない、それやと思う。でまあでもいろいろやっててもその崩れてくるポイントは、例えばあなたの場合はゴリラですよね。あ、そうか、仲間やて、はい、フィーリング的にもう自分の腕は、うん、立ってみて今のもちょっと上げてるよ、上げたらどう？でその位置から、はい、ダウンの時に、はい、ダウンの時に、はい、この腕の位置から体が下がるな。そうそうそう。で、ここでもっとこれやって右に抜けていくに違うかっていう球を持っておきたい。そう。これいい。くっつけすぎや。でも悪くなったら途端に左に曲がる癖があるから。あんなもん絶対に腕を体が押すから、うん、確かに優しい。そうそう、これで見えない。下半身は下半身、腰は腰、上半身のボディはボディ、腕は腕、クラブはクラブ、全部バラバラ。体は腕は交わること、右は左は左、この状態に入ってから、ね、このもう角度を変えたことは考えないです。この状態からみんなこうなりやすいわけです。これはなぜかって言ったら右で蹴るからなんかそうすると自分の左腕を押すわけですよ。で押すから引っ張る、日本和製品パワーです、ね、これ空いてるわけです。空いてたら、まあ、こっちから押すんだから自分の体というのは絶対に前に出なくて、この腕のこの範囲をキープしたままこう回ってくるわけです。でこの状態で回ってくるというかこう押していくわけです。こっち突きで押していくときにこれがくっついたらダメです。そうやることはこっちです。こっちこのまま押していくときにコラボ絶対くっつけない。むしろ自分の腕よりも自分の体の方が離れていく感じ。これはもう、あの腕ともう体をくっつけたって仕方がないです。はい。
これやったらできるんだって言ってる。この通りにやったらできるけど、ここに打ったらできるって言ってるのは取れた。戻します。これでいいと思う。はい。で、まあもう新しいドリルから始まりますよ。これもう左に行くことつけたら、もうつけません、絶対。魚付きドリルから始まって今やってることまでちょっとね、あれしましたけど、はい、ね、とっかかりは魚付きドリル、左手で引っ張ったり、まあ、木を締めたり、ね、体を回転したり、ね、右足で蹴ってジャンプしたりということは一切ありません、ね、まあ魚付きドリル自体それできないようにできてますからね、しっかり、もうたっぷりしてます。じゃあ最後ここで終わりましょう。はい。いつも山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきましてありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら。Twitter、Instagram もやってますので概要欄から登録の方よろしくお願いします。